田中春夫は日本の俳優であり、名脇役として日本映画界を支えたバイプレイヤーである。娘は女優の宇治美久子。1912年3月25日、京都府京都市中京区で染織業を営む家に、次男次女の次男として生まれる。京京小学校を卒業後、同志社中学校を受験して合格するが、家の都合で大阪府大阪市の伊豆尾中学校に入学した。1925年、映画俳優になるため、日活大将軍撮影所所長の池永博久の自宅を訪ねて入社を懇請した。ようやく許されると中学校を中退し、日活に入社した。2年間ほど仕出しを務め、1928年に出世二人小僧で準主演に抜擢される。1931年の元旦虫は歌譜で初主演し、以降2枚目スターとして活躍する。1933年に現代劇部から時代劇部に移るが、1934年に友人で日活京都の制作部長だった永田正一が起こした第一映画社に参加、脇役として活躍した。1936年、第一映画社が解散後、永田について新興キネマに入社し、主演、準主演で活躍した。しかし、1940年に現代劇部革新を叫んで会社と衝突、同志の菅井一郎、河津清三郎、清水正夫らと共に退社して俳優団体第一京団を結成した。以降はフリーとなり戦中は主に東宝の映画に出演したが完全に脇役に回っていた。戦後は東宝、新東宝などの映画に出演するが次第に独特の個性を発揮して、黒澤明や小津安二郎、溝口健二、豊田史郎など、日本映画史を彩る、数々の巨匠の作品に出演し、正確俳優として活躍した。特に腹に一物ある、関西人を演じさせたら、天下一品の名優であった。分けても、清水次郎長で知られる、次郎長三国志シリーズの登場人物である、法印大五郎は、自らもって、敵役と任ずる当たり役で、監督や配給会社が変わっても自ら志願して、可能な限り演じ続けた。東宝で9本、東映で4本の同映画を残し、次郎長ものの神様とも称された、牧野正弘監督などは、彼の意志と演技力を高く評価していた。1975年に、やはり、牧野正弘が監督した、テレビドラマ、町明の森の石松でも、法印大五郎を熱望したが、先に岸辺四郎が決まっていたため、牧野監督に断られた。1992年2月21日、肺がんのため死去。79歳没。印は、黒澤明監督作品。印は、小津安二郎監督作品。ありがとうございます。